ね、一杯ぐらいだからね。今日はもう島酒ね、ジョッキに一杯って感じで飲みましたからね。あの沖縄市長選のこと聞きたかった。さっきのはもう政治家がね、喋ることはね、党とかね、縛りがあるの。俺は政治家じゃないし、どこの党にも属してないから全部言うよ。はい、質問してくれればどんどん言うからね、この後ね。はい、よろしくお願いします。それだけでね、なんだっけ、ツイキャスでね、見てる方ね、どんどんこういうコメントください。ユーストリームの方でね、コメントいただいてもね、読めないんだよね。そうですね。ね、よろしくお願いします。ツイキャスの方で、はい、お願いいたします。もうがっつり喋りますからね。まあ、もう毎回毎回このうちの番組はね、あれですから、あの暴露放送でございますからね、今日も。でぐねぐねでございますからね、今日もね。新ハーレーダビッドソン沖縄バイク、はい、そういうわけでね、適当にね、あのツイキャスでご覧の皆さん、コメントガンガンくれ。あ、もう番組始まります。アニマン兄貴のクールジャパン沖縄。ダメ？いやー、オッケーです。最高です。たまにはほら、意表ついてね。いや、めっちゃいい声だなと。そういうわけでね、毎週金曜日、ゴールデン曜日のゴールデンタイム、毎週金曜日の午後8時からは、FM 沖縄アニマ兄貴のクールジャパン沖縄をお届けしておりますけれどもね、今日の1曲目お届け、オープニングでお届けしているのはノーザンライツというバンドでね、愛の助っ人月光仮面という曲、まあね、とんでもないね、はい、今日はね、あれ、なんだっけ、アシスタント、あ、どうもよろしくお願いします、はい、いますからね、はい、まあ、アシスタントの今ね、話振りますけど、この月光仮面って実写版なんだけど、見たことある映画の。映画の実写版ですか。うん、まあ、ないですね。この映画ね、はい、すごいんだよ。あのね、1970年代とか80年代の頭頃に作られたんだけど、はい、あるね、あの長髪でね、ひげの長い教祖が、はい、新興宗教を作るんだよ、はい、その教団を作って、その教団のメンバーが次々とマシンガンだとか、はい、いろんなガスとか使ってテロ活動をして、はい、それでもって、それで、お金をね、奪ったりとかして、はい、でそれで、まあ、それに立ち向かってるのが月光仮面なんだけど、はい、月光仮面らしいやつは2人いるんだけど、どっちなのかわからないようにできてるのね、この映画。そうなんですね。そうそうそう。でその月光仮面がその教団と戦って、はい、最後教団は、まあ、人類というかね、日本国民を道連れにほとんど自殺しようというね、はい、恐ろしい競技をね、
あの振り回してね、なんかどっかで聞いた話なんだけど、はいはい、あの事件のリアルな事件のね、はい、10年前の話でございます。すごいですね。それが映画化されててね、それのおかげでね、ちょっと DVD 化とかがちょっと遅れましてね、はい、まあ、ようやく今 DVD 化されてるんですけども、そういうわけで実写月光仮面の方でね、オープニングのテーマ、エンディングのテーマでもありますけれどもね、ノーザンライツで月光仮面をお届けしております。なるほど、だから遅れたんですね。で、VHS で出てたんだけど、あの事件があって、例のあの事件があって、それで発売っていうか、あのレンタルが一時期中止になった。へえ。いや、でも確かにそこまでヒットしてたらありますよね。あげようか。なるほど、行ってみたい。はい、そういうわけでね、毎週金曜日、ゴールデン曜日のゴールデンタイムをお届けしているアニマイキのクールジャパン沖縄、この放送はね、地上波 FM、79.7 メガヘルス FM 宜野湾でお届けしております。また、ネットの方では、ツイキャス、ユーストリーム、それから、なんだっけ、サイマルラジオ、サイマルラジオ、あともう一個なかったっけ、リスラジ、リスラジ、はい、リスラジってあのリスナーにプレゼントするあの沖ラジの番組、リスが放送してる、あ、それリスプレってやつね、もうないわ。他局の話してどうする。まあ何回かね、俺もゲストでたことあってね。そういうわけでね、まあ、この前の番組はね、すごい硬い番組でね、はい、まあ、やっぱり硬いね、役職についてる方はね、硬い話しかできないんでね、うん、私は硬くないんで、硬い役職ついてませんし、フリーでございますから、はい、彼らが言えないこともね、私言っちゃいますんで、その辺はね、聞きたかったらあのツイキャスの方でね、コメントいただけると、ついて口が喋っちゃう、口が滑っちゃうかもしれない。なんで、なんかさっきなんだっけ、はい、沖縄県知事選挙、沖縄市長、市長選挙、うん、はい、県知事選って何月にあるの。県知事選、6月でした、7月でしょ。夏、11月、年末で、年末ですか、うん、年末、そこまで遅かったですよ。うん、そうだよ、沖縄県知事選、年末、年末、それから、うん、沖縄市長選の次には那覇市長選挙もあるしね、はい、それから9月にはね、はい、沖縄のほとんどのね市区町村でね、あの議員選挙ありますけれどもね、はい、そんなだって宜野湾市も市議会議員の選挙あるのにさ、はい、今ラジオ出てて大丈夫なのかね、心配なんだけど、今用意しなくていいのかな。まだ3ヶ月あるから大丈夫か。あ、まだ大丈夫です。大丈夫かな、はい、3ヶ月じゃない、4ヶ月か、はい、あ、何3ヶ月って何、俺なんか口滑っちゃったけどさ、はい、何を基準に3ヶ月って言ってんだろうね、俺はね、はいはいはい、まあ、そんなのね気にしないでください。そういうのね、あの聞きたい方はね、ツイキャスの方でコメントいただければどんどん答えられます。メッセージの方、メールの方でね、はい、あの脅迫状とかいただいても、それ全部警察の方に出しちゃいますんで、すいませんけれどもね、あのよかったらあのツイキャスの方でメッセージで、くださるとありがたいので、よろしくお願いします。はい、お願いします。そういうわけでね、いよいよね、はい、もう1ヶ月切りました。何切ったの。沖縄市の市長選挙ですか。違うよ。え、違うの。沖縄国際映画祭、島全部で大きな祭。ああ、もうそれ大事なこと忘れてましたね。このね、このラジオでもね、はい、コンビニで昼間アルバイトしてる、言っちゃいけないんだそれね。俺のね後輩がね頑張ってね、はい、宣伝してますけれどもね、はいはい、私もね、相変わらずね、茶壇会場の方というかね、茶壇の方のね、はい、沖縄国際コスプレ祭、沖縄国際コスプレ祭、はい、今年はね4月の14日のね、はい、午前11時からまあやるわけですけれどもね、コスプレだとかね、アニソンだとかに興味ある方、どうぞ、いらっしゃってください。場所は4月14日午前11時からスタートで、入場料とか参加費は全て無料でございます。場所はアメリカンビレッジ北谷町美浜アメリカンビレッジ全域でございますので、北谷町アメリカンビレッジが、いろんなところにね、コスプレイヤーさん、コスプレしてる人とか着ぐるみ着てる人とかいますんでね、はい、皆さんカメラとか携帯持って、もし写真撮るときはね、一声かけて鍵かけて、いや鍵かけないよな、鍵は、うん、鍵は家にか、自宅に家か、鍵かけてね、はい、一声かけてね、写真撮っていいですか、そりゃそうだよね、はい、コスプレじゃなくてもさ、はいはい、他人の写真撮るときに無言で撮るやついる、いないですよ普通は。あのあれだよ、水曜日の午前中なんかさ、水曜日の朝なんかさ、はい、なんだっけ、あの宜野湾のさ、あの普天間の方にあるなんだっけ、大山の方になんかさ、ステーキ屋さんあるじゃない、はい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 、なんだっけ、なんですか、ステーキ屋さん、1000円で食べれるとか、400グラムの
400g もあるんですよ。1500円だ。1500円、うん、わお。そこのねステーキ屋さんの前でね、はい、なんか頭にねピンク色のねなんか、はい、ジュゴン乗っけてる変な人とかね、え、そうなんです、あっって言いながら親指出す、ちょっとね元学校の先生とかがね、はい、いてね、その人たちの前でねなんかこう無断でね写真撮ろうとするとね、いきなり看板で叩かれるんだよ。ノースプレーとか書いてあるやつで、ノーコスプレーとか書いてあるのでね、コスプレしちゃダメなのかよみたいな、コスプレもオスプレも一緒だよとかなんか言われてねまあ本当ね大変なんですけどもね、いや本当にね、はい、コスプレとねそういうのってね、はい、本当にね冗談抜きでコスプレとかアニメと、はい、そういうなんていうのかな、うん、何にでも反対する人たちっているでしょ、はい、じゃあ代わりに何にすればいいのって、いやとりあえず反対っていう、ね、はい、言う人いるでしょ、いますね、そういう人たちにね実はコスプレイヤーとか、はい、アニメとか好きな人ってすごく叩かれてるの知ってました、はい、そうなんですか、うん、え、実は それはちょっと本当に知らなかったですね。ね、例えば、はい、今コスプレで一番、はい、例えば女の子でやるコスプレの衣装、はい、考えてみて、何の衣装が一番多いかな、一番人気の。なんか結構学生、うん、いやだからもう作品名言っていいよ、大丈夫よ。作品名、今一番女の子で人気のものですか、うん、やっぱりさ、こう簡単に言うとさ、はい、こっちから言っちゃうとアズールレーンっていう戦艦が出てくるゲームね。 あとそれから同じ戦艦が出てくるカンコレとか、カンコレとかもあります、ね、それからの、ガルパン、はい、ガールズパンサー、オンパンサー、はい、オンじゃダメだよ、入っちゃダメだよガルパンね、ガールズオンパン、あ、ガールズアンパンとパンサーね、パンサー戦車のことなんだけど、それとそれからほらちょっと前まではさ、はい、去年一昨年ぐらいまではさ、あのイタリアをほらちょっと、あ、はいはい、第二次大戦のイタリアを文字った、はいはい、ヘチャリアみたいな、ヘタリア、ヘタリア、いいんだよそれ言っていいよ、いいんだよ言っても何も問題ないからね、はい、そのヘタリアとかのコスプレイヤーさんって多いでしょ、はい、だからコスプレイヤーは軍国主義だとか戦争マニアだとか兵器マニアとか言われて、ええじゃなくて本当に叩かれてるの、いや飛躍しすぎですよだからアニメ好きな人もだからダメなんだって、はい、例えば北斗の拳もダメなの、北斗の拳もダメ、なんでかって相手倒すのに暴力使ってるからダメ、パーマもダメ暴力使ってるからダメ、そんなドラえもんもダメ、なぜかっていうと道具出して、はい、つまりあれの道具は兵器だから、それで相手を負かす、勝つ負けたで決着ついてる、ドラえもんって勝ち負けないですよね、でもやっぱり最後ジャイアンとかスネマギャフンって言って終わるから、はい、やっぱ勝ち負け、そういう部分が勝ち負けってことになるのかね、お、難しいですね、だからアニメ、前からね以前から、はい、最近もね問題になってるけども、例えば政府だとか政治家がアニメとか叩いてるよねとか散々叩いてきたのに、はいはい、今更クールジャパンとか言ったってね、おせんだバカ野郎なんてね、はい、ツイッターとかフェイスブックとかそういうのでね書く人いるんですけれども、はい、実は叩いてきた方はそういう何でも反対する人っているでしょ、はい、この人たちなんですよ、うん、意外でした、いや意外じゃなくてマジです、本当に私自身もね、本当にカンコレだとかの、はいはいはい、そのコスプレイヤーさんの写真を撮ってね、そういうそれでツイッターの方で、はい、まあ発表したところ、うん、散々叩かれました、やっぱりお前は保守系で、なんだっけ、軍事マニア、なんていうの、はい、ですね、兵器マニアというか、そう戦争マニアとかね、戦争マニアとかいろいろ言われましたけどね、はい、うん、そういう人たちみんなね、なんか西普天間地域返還にも反対してるような人たちでした、なるほど、西普天間地域、ね、目の前ね、ここ、はい、局のね、まあ、西普天間地域だけど、西普天間地域返還反対でなんで反対するのって聞いたら、いやいや、こんな一部だけ返還されてもダメだ、うん、米軍基地を全部返還しなきゃダメだっていうんだよね、いやその前にね、国同士の約束でね、はい、嘉手納基地よりね南にある基地は全部、ね、返還されて新しい基地は作らないって約束なのに、はい、ね、みんなよく分かってない人多いけど、浦添にね今度新基地できるんでね、はい、私は反対してるんですよ、うん、ね、冗談抜きでね、Google ってあるでしょ、はい、あれで浦添新基地
ただこれだけ、はい、浦添新基地反対までいらないんです。浦添新基地って検索するだけでね、私の写真が一番3番目ぐらいに来るから、うん、で7番目と8番目にね、尾長さんのね顔が出てくるんだけどね、浦添新基地賛成って言ってんだよねはい、そういうわけでね、ツイキャスのでメッセージいただきますので、どうもありがとうございます。高松マリーさん、こんばんは。どうもありがとうございます。こんばんはです。こんばんは。カンコレはもろに戦艦ですからね。鴨川ツバメもろにイタリア軍オタクだったらしくね、まあいろいろね、うん、あります。ヘタリアなんかでも軍服なんでね。ただ軍服の場合、はい、あの階級証とかもついてると、はい、実は知ってました、あのクローズな場所ではそのコスプレしていいんだけど、はい、オープンな場所では軍服のコスプレしちゃいけないの知ってた。あ、そうなんですよ。あの軽犯罪法にあるんですよ。あ、はいはいはい、あの時代を問わず、はい、あの時代とか問わず、はい、その、あのなんていうの、その国のね、はい、実際にあった公務員の服装をしてはいけないんで、いけないっていう軽犯罪法があるんですよ。警察官とかもだから捕まるっていう話がありましたもんね。警察官もそうだし、はい、この間だからさ、ある某コスプレイベントにね、何年か前かとか言いません、はい、某コスプレイベントに自衛隊員のコスプレして階級証までつけてるやつがいて、はいはいはい、うん、で自衛隊員の人になんかあのなんか文句言われたら、なんか文句言いながら帰ってったんだけど、本末転倒だよね。軽犯罪法違反だから本当は警察呼んで捕まえてもらうべきだよねって感じだよね、はい、そんなのはね。まあそんな感じで、あとねドイツの軍服がね、実はね未だにね現役のね、うん、ヨーロッパのねある軍のね制服にうり二つのしてた。いくつもあるんですよ。そうなんですか。どこの方ですか。結構あります。結構あるんです。結構あります。北欧とかの方にね、はい、ちょっと待って、これドイツ軍だろっていうね。まあ当時デザイン最先端でしたからね。ね、軍服だからあんまり変わんないんだよ。はい、でね、だってね、はい、よく考えてみて、あの第二次世界大戦中のアメリカ軍のヘルメット、はい、鍋みたいな、お鍋みたいなヘルメットだよね。はい、でも今よく考えて、はい、後ろになんかね、首を後ろ隠すような形の形状になってるでしょ。そうですね。あれフリッツって言うんだよね。フリッツって言われてる。フリッツ。なんでフリッツっていうか分かる？フリッツ。米軍の中でフリッツって言うんですよ。あの目のヘルメットのこと。フリッツって。おかしいじゃないですよね。フリッツ、それプリッツだよ。あ、失礼。フリッツっていうのは、はい、だからフリッツって言ったらなんかほらドイツ人の名前っぽいでしょ。はい。ドイツ軍のヘルメットに似てるわけよ、第二次大戦中の。ああ、なるほど。それでフリッツメットって言うんですね。はいはいはい。はい、そういうわけでね、ちょっとね、CM の方行って、後半行きたいと思います。皆さんね、ツイキャスなんでコメントどんどんください。よろしくお願いします。はい、お願いします。なるほど。マジ、あれだから採用された時すげえ不況だったんだよ。フリッツ。でも、要はあれですよね、こう、首元を守らないといけないから、構造的には理にかなってますからね。そう、理にかなって。高松真理さん、それあの本番中に読めません。鳥肌実は美しいのがビジュアルダメです。それ本番中に読めないから、今 CM 中だから読めるけど本番始まったら読めない。それその本番はもっとこう本番中に読めるね、ネタでね。例えばなんで諸見さんとひろみさんがね沖縄市長選立候補したとかね、もうガンガンこれ聞いてくれれば答えるのに、もうあと残り番組自体が10分しかねえじゃねえかよ。びっくりしましたよ今回本当に。なんでだろう、聞きたい。そっちから質問してもいいよ。はい。はい、そういうわけでね、アニマアニキのクールジャパン沖縄 FM ギノワンからお届けしております。 FM ギノワンのねスタジオからね、さっきなんか救急車消防車なんかあれはレスキューですかね、消防車レスキュー、はい、うん、ね、ああいうのを見るとね心配しちゃうんだよね。そうですよね。だいたいごっぱちで事故ってんじゃないかと思ってね、はい、なんかこう心配しちゃうわけですけども、皆さん気をつけてくださいよ。はいね、まあここはね、だから普天間って宜野湾っていうのはさ、はい、普天間基地が真ん中にあるから、はい、宜野湾っていうのはさ、この58号線の方に消防車とか行きづらいんだよね、はい、遠回りしなきゃいけないんだよね。そう、どっちかを回っていかないといけないですもんね。あのめっちゃ混んでる県道か、はい、ね、こっちのね前にあるデーゴ通り通るか、はい、どっちかじゃないと海側の方に行けないんで、海側の方にね行く消防車とかね、はい、ね、
救急車とかがね大変なんですよ。おそらく茶炭とか他のところに要請しないと時間的に間に合わないパターンもあるんですかね。まあ一応ね、あのまし、岸中学だって、まあね、はい、あそこのね近くに出張所はあるんですけれども、はい、そこからね直接出動するってことはあんまりないんでね。まあそんな感じでございます。まあだから普天間基地がね早くね部分変換でもしてね、道路がどん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 ね、あのショートしたね、ショートカットした道路ができればね、はい、あのそういうのがね改善されると思うんですけれども、はい、まあ今のところねその海側の方行くとよく気がつくと思うんですけれども、うん、大型の大店舗、はい、あるよね、いっぱいありますね。そこにはさスプリンクラーとかあるよね。あ、はいはい。でもちょっと中規模なところないよね。あ、そうなんですか。うん、火災報知器とかしかないんでね、はいはい、だからそういうのね、あのそういう防災だとかに関しては私ね一応ねプロでございますんでね、はいはいはい、いろいろちょっとねそういうのちょっと気にしてるところなんでございますけれども、皆さんもねあのそういう防災のことに関してはそういうなんていうかな、一刻も早い消火とか言いながらね、はい、だからあの大蛇名の方もそうでしょ。大蛇名の方なんかが道が狭くって、うん、あの坂道をほら消防車が登れないとか言うんでね、あーまあ登れないですよね、登れない消防車とかあるから、はい、うん、だから今ねちょっといろいろあの辺もね、道のね整理ね整備、整理とか整備ね、はい、急がされてるし、まあそこにねまっすぐ行く道路がね今度普天間基地のね部分変換によってできるんでね、まあそういったところもねどんどん、まあ、改善されていけばいいなと思いますけれども、はい、そういうわけでね、もう残り時間6分しかないわけだからさ、まあ7分、うん、また今日も時間ねえな俺、ね、今日アニソン4曲ぐらいかけるつもりだったけど、うん、全然かける時間ないね。4曲かけたらもう終わっちゃうんじゃないですか。クールジャパンとか沖縄とか言いながらさ、文化的なものは確かにさ、はい、4回のうち3回ぐらいは文化的なんだけどさ、4回のうち1回ぐらいはさ、はい、なんかもう政治色一色で終わるときない。いやそうですね、確かに、ね、結構その回が多いですね。だからさっきもね言ったけど、でも密接に関係あるのは分かったでしょ。分かります。こういうのでだから例えばあの今ねだからクールジャパンティとか、はい、クールジャパンとかクールジャパン沖縄とかクール沖縄って言われてるものっていうのは、うん、普通はねアニメだけだ、アニメとか漫画だけとか思うかもしれないけれども、はい、そうじゃなくてね、そういうお店があるとかそういう文化があるとか、うん、それからその地元にもともとある文化、これをより多く見てもらう、うん、ね、例えば宜野湾の場合もねそういう文化財っていっぱい結構あるでしょ、はい、このね近くにもガー泉があったりとか、はい、ね、あのなんか 石のね大きいシーサーとかがあるのに、じゃあ歩いて回れるかって言ったら歩いて回るためのさマップもなければさ、うん、駐車場もないんだよね。そうですね、これだからこの辺ちょっと道の駅みたいなね、宜野湾の難点はね道の駅がないんですよ、はい、うん、だから宜野湾道の駅みたいのがね、まあ、できればね非常にいいなと思うんですけれどもね、ごっぱじ沿いでもいいし、ここの辺でも、うん、カデナでもそうだよね、カデナでもまああのなんだっけ、嘉手納道の駅ってあのごっぱち沿いないからね、58号線沿いないからね、はい、ちょっと奥まったところありますから、まあそういう感じでね、道の駅とかできればいいななんて私個人的に思ってます、うん、まあこの辺もねいろいろ大学とかね、それから病院とかいろいろできる計画ありますけど、はい、道の駅もぜひ作ってもらえればね、せっかく立体駐車場みたいなの作るって言ったらその管理も兼ねて、はい、道の駅みたいなね、だって宜野湾って例えば宜野湾の特産品の特売所ってどっか知ってる？浮かばないです。あの宜野湾のほら海の方にあるマルシェだけなんだよね、はい、そうなんですか。そう他にある？だって JA を宜野湾とか行っても、あ、はいはいはい、JA の宜野湾 JA って、あの銀行みたいなと不動産みたいなしか行ってなくて、そうですよね、売ってないからね、物産じゃないですね、物産売ってませんから、まあそんな感じでそういうところねどん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 やっていきたいとね、やっていってもらいたいと思ってます。そういうわけでこのクールジャパンとかね、クール沖縄っていうのにすごく行政ね、政治といっても行政です、うん、イデオロギーではなくてね、はい、行政非常に関わりがあるんでその辺注目していただきたいなと思います、うん、だから今もそうなんですよね、さっきのこの前にある何、はい、コラ沖縄、あ、多い、あ、多い沖縄、多い多い沖縄、少ない沖縄、はい、あ、多い沖縄ね、多い沖縄です、うん、はい、そこ突っ込んでくれないそれ、まあ、ボケに乗っちゃうんですよ、突っ込んですいません、2人ともボケたらどうにもなんないから申し訳ないです、うん、でその大井沖縄でもね、まあ、言ってた話だけれども、まあ、
いろんなねその地域の文化を守るっていうのの中に人と人とのつながりを守るっていうのもあるし、うん、例えば今ね新しくと今度は人ね沖縄市にふさわしい沖縄市が、はい、あのバスケットボールのねなんだっけFC 琉球じゃなくてなんだっけ、キングスゴールデンキングス殿様キングス、はい、違うから、ゴールデンキングス、ね、ゴールデンキングスのね、はい、あのメインスタジアムがねどんどんできてとかねあのできるとかねいろいろこういう話とか持ち上がってきてねこういうのもまた新しい、クールジャパンというかクール沖縄なね、はいお話でございますからそういうのもどんどん推進していってくださるとねありがたいと思います。そういうのがじゃないとねあの実は市の税金ね税金使うお話はね簡単なんですよ。予算を使ってね何々作る何々何々をで作る何々立てるってのは簡単なんです。決算通ればすぐでいいです、ね、でもその後にそれが元取れるかどうかなんだよね、はい、あの皆さんにお金あげますとか誰それにお金使いますってのお金使う話は簡単なんだけど、はい、あの市だとか県でもそうです町でもそうです村でもそうだよね村でもそうだよねあのこれを作るとそれだけ税収入がありますしかもなおかつそれに伴ってこの町の文化、うん、この町の文化が発信できるっていうのがクールジャパンとか、はい、クール沖縄の発想でございますから、うん、それね皆さんね誤解しないように聞いていただけるといいなと思ってます。残り時間2分になってしまいましたけど、はい、なんか今日なんかない？あのこの沖縄市長選ですよ、うん、今回、うん、あまりにも静かだったのに急に対立候補出ましたね、うん、対立候補出たねびっくりしました。 俺個人としてはね、はいまあ、ちょっとこれ放送では言えないんだけど、はいまあ、俺としてはね、無投票でね、はい、あの現職がそのまま当選した方がねあのなんでかっていうとね、うん、今ね選挙やったってねお金の無駄なんだよ、うん、なんでかって9月にね沖縄市の市議選があるんだから、うんうん、今ねお金使ったらねどっちも共倒れみたいなもんですよこんなもの、うん、それよりはこれで無投票で終わらせたんだからそれで浮いたね千万円のお金をねこれに使ってくださいとか言ってねこの後また6月にもねあの議会があるわけですからそこでね議会でね無投票して何千万円浮いてるんだからその投票の分のお金ね、はい、それをね子供のね何とかに使えとかね言うんだったらともかくね、はい、選挙に持ち込んどいてね、うん、そのお金を使えとかそのお金をよこせとか言ったってねお金を使う話なんかね誰にだってできる話なんですからね、うん、そんなもの私分かりませんよ理解できませんよ、うん、ねまあそんな感じでございます。誰がとか言いませんよ、はい、個人名出しませんよ、うん、全然もうこれでね皆さん考えていただければと思います。あのだから本当に一番大事なのはあの市民だとか県民村民町民のことを考えているようで、はい、市の収入を考えてなければそれは長続きしません、うん、その市の、ね、市の、まあ、収入、うんねそれを考えが、まあこれを作ればこれだけ入るってものが必要なんですよ、はい、だから今度西原にマイスできるけどマイス作るって言ってるけど、うん、あれ何十億円もね投入しといてねじゃあ何百億円か何十億円か分かんないけれどもじゃあそれで毎年いくら儲かるんですかって言ったら資産も出てこない、うん、それに対してじゃあだって道路もないし周り住宅地なのにどこに車止めるのかって話で、ね、やっべえもうあともう18秒だわはい、そういうわけでね、また来週までおやすみなさい。皆さんまた来週お楽しみに。クールジャパン沖縄ありがとうございました。まったのありがとうございました。はい、なるほどやっべ、今俺見てなかった。あ、そうだったんです。時間見てなかったツイキャスも見ちゃって。あ、高松真理さんどうもありがとう。正論ですね、どうもありがとうございます、はい、あとね、あれなんですね、今回のね、沖縄 市長選挙ね、対立候補というかね、革新系の候補ね、辺野古だとか、辺野古じゃねえや、まあ、辺野古って言っちゃダメだね、どっかのゲート前とか、うん、どっかのところでね、なんか垂れ幕持ったりとかして暴れてる写真とかがね、一枚もないんで、イメージがいいっていうんでね、立候補したのにね、それなりにね、森友問題のね、紙持たしてね、写真撮らせたバカがいるんだよ。絶対にこいつは、ね、足引っ張ってるやつだと思わない本当にそうですね。読めてないよね。読めてない。沖縄市民のためにとかいう紙持たせるのは森友問題を沖縄市だとかで追及してどうするつもりなの。あれ持たしたやつ絶対にあれ裏切り者だよ。市民のこと全く考えてないし、その革新系の候補のことも足引っ張るつもりのおっかないやつだよ。まあそうね、裏話ということでね、最後まで見てくださった方ありがとうございます。追及はそのこれはもう地上波のことは流れてませんのでね。さあまた来週、またのーはい、やっべえ話じゃあこちょこちょ止めましょう。いや本当なんだよ。